ステップ5、ピュリフィケーションのデモ。今まで話してたのは、それが結果は計算したんですけれども、レッスン1のステップ2には、うちの開発しているクォンタムインターネットシミュレーター、QuISP のソフトウェアを説明したんですよね。そうすると、今回のシミュレーションの結果を見せたいと思います。なぜ、そのシミュレーションを使うべきかというのは、ステップ4に説明した通りには、待ったり、エラーになったり、ピュリフィケーションが成功したり、失敗したり、いくつかのケースがありますから、それが全部考えられたと、それ計算しにくいので、シミュレーションを行うべきことですね。それから、一つの大事なことは、そのシミュレーションの信頼性はあるかどうか、とのことですね。それから、まあ、それまずは見てみましょう。これは上の方と下の方には、上の方はまあアナリティックでこれは計算したことなんですが、下の方はシミュレーションから出てきました。で、これはステップ2で計算した結果なんですが、下の方には QuISP の結果になります。上の方にはまあ左側には初期状態、それから1回ピュリフィケーションをやって、それから2回ピュリフィケーションをやって、そして10回にはピュリフィケーションになります。この場合にはそれがペアになってるんですが、X ピュリフィケーション plus Z ピュリフィケーションは1ラウンドと呼んでます。それから、それが計算した結果が、まあ、フィデリティが 0.997、99.7% になります。そうすると、QuISP を使うと、同じ結果が出ます。0.997 になっています。そうすると、その結果は一緒になっているので、まあ、シミュレーションは、まあ、多分正しいんだろうと考えられると思います。そうすると、まあ、計算ができないケースの信頼も上がります。じゃあ、まずはそれが一つ目としては、それがゲートエラーを入れましょう。この上の図はそのままを使うんですが、これがエラーなしのシミュレーションの結果になります。下の方には3つの例を述べたいと思いますが、すべては、これ、シミュレーション上にはだんだんエラーの種類を増やします。まずは、ゲートエラーを入れましょう。それから、まあ、シングルキュービットエラーがあって、2キュービットのエラーがあるんですが、大体のハードウェアがシングルキュービットのエラーの確率は低くて、2キュービットのエラーの確率は高い。それから、その、設定としては、シングルキュービットのエラーが 0.05% にして、2キュービットのゲートエラーが 1% にします。まあ、形だけで見ると、少し変わったと見えるかもしれませんが、数字を見ると、97.2% になりました。で、これが、まあ、その 2.5% の差は、まあまあ大きいなんですが、それがどのぐらい重要か、それがアプリケーション次第になります。じゃあ、それがゲートエラーの場合だけなんですが、メモリーエラーも入れましょう。メモリーエラーも重要なんですが、この場合には、まあ、メモリーには、マイクロ秒単位あたりには計算するべきですね。で、この場合には、0.02% per microsecond。1マイクロ秒あたりにはこのレートになるんですが、今の見せている例が1キロメートルの距離になりますから、それの遅延はどのぐらいになるでしょう。まあ、1キロの遅延の往復の遅延が10マイクロ秒になりますから、まあ、このエラーがまあ10倍になるかもしれません。そうすると、今回の結果、まあ、フィデリティの結果はかなり違いますね。完璧なシステムでピュリフィケーションやるなら 99.7% なんですが、ゲートエラーが入れて、メモリーエラーが入れて、91.7% まで下がります。かなり差が大きい。で、これが気をつけなければならないことは、まあ、さっきの説明した通りには、これが 1km の距離になりますから、10km、100km、1000km になると、そのメモリーのエラーの影響は、ますます大きくなります。もう一つのエラーの手法の形の種類があるんですが、それがメジュメントエラー。で、今回の例が、メジュメントエラーが 1% と入れましょう。
そうすると、フィデリティはその 99.7% から 90.4% に下がります。さっきの例比べると、まあ、1% ぐらいしか違わないので、まあ、メジュメントエラーは重要ではないと言いませんが、やっぱり一番大きなエラーの心配しなければならないエラーの種類はメモリーエラーになります。これが一つ目の QuISP のデモンストレーションだったんですが、これの結果を自分で切るようには、QuISP のウェブサイトで見たらこの例は上がります。で、自分のコンピューターには実行できるようになります。